はい、それでは高平選手にインタビューさせていただきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。まずご自身で今日の試合振り返っていただいていかがでしょうか。そうですね、まあ、1年3ヶ月ぶりの試合で勝ったのも2019年11月以来だったんで、本当久々だったんで、とりあえず勝ててほっとしたなって感じですね。あの舛本選手の印象と、あとはまあその作戦だったり、どれぐらい作戦をできたかっていうところではいかがでしたか。舛本選手予想以上に打たれ強くて、まあ、前来るのは分かったんですけど、いきなりサウスポーできてちょっと焦ったんですけど、まあ、蹴りで距離取ってどんどん当てていこうと思ってて、まあ、ミドルとか当たってたんですけど、やっぱり一回パンチ当たっちゃうと、もうなんかパンチ一辺倒になっちゃって、それでも疲れちゃったんで、やっぱまだまだだなって思いましたね。まあ、今日の勝利を経てこの先見ている目標を教えていただきます。そうですね、まあ、この先まだ今日の試合内容ではあんままだ言えないんですけど、まあ、またそうですね、これからちょっとリベンジマッチでどんどん今まで負けた選手たちにリベンジできるように頑張りたいと思います。では最後にファンの皆さんへメッセージをお願いします。久々の、勝利で、まあ、本当、まあ、ただいまって感じなんですけど、まあ、まだまだこんなんじゃ言えないんで、次はもっと綺麗に勝ちたいと思うんで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。